く始めろ。早く始めろじゃない、待たせるんじゃない、早く始めろ。さあ皆さん、チューテル祭り楽しんでますか。いや嬉しい、ありがとうございます。さあいよいよですね、この後、はい、フナッシーとジャンゴスターが登場いたしますが、その前に一つだけご案内させてください。ました、ドキドキサイコロゲームの整理券配布時間はですね、この後午後1時30分から、1時半からステージ向かって左側、フナッシーランドの脇で行います。こちらね、はい、サイコロゲームの整理券ですね、はい、抽選に参加したい方はですね、1時30分になりましたら配布場所までお願いいたします。さあそれでは、おかんさん、お待ちかねでございます。なんでしょう、お前浮いてるな今な、大丈夫か。こんな浮いてないわよ、久々にね、またね、楽しみにしてんのよ。年に何回か一緒にならないと我慢できない。2回は一緒になるの。2回一緒だってさ、去年とか一昨年本当に忙しすぎて、本当ちょっと疲れてたけど今日のふなっしーちゃん元気よ。元気。さあ会場盛り上がっておりますので、あー来てるよ、モニターの方ご覧ください。どうだ、続いてのステージはこちらでございます。でございまして、またまたフナッシーが郡山に遊びに来てくれてるということで、ニャンゴスターもドラムを披露してくれるということでございまして、楽しみですね。これはお母さん、時間もね、普通こういうイベントの時間ってなると、だいたい15分とか30分とかになっちゃうけど、今日もたっぷりだから。そうなのよ、たっぷりよ、倍はやるよ倍は本当に。さあその前に皆様にちょっとお願い事がございます、たくさんの人にですね、こちらご覧いただけるように、椅子に座ってる方はですね、席を立たないようにお願いいたします。またですね、立っている方もお子様を肩車してしまうと、あの後ろのお友達がですね見えなくなってしまいますので、そちらはできるだけ肩車をしないようにしていただきたいと思います。さあ、はい、それではお母さん、そろそろ登場していきましょう。早くして、もういいから早くして、はい、さあそれでは皆さんも一緒に読んでいただきましょう。せーの、ふなっしー。わあ、会場の皆さん、ふなっしーです。やったー、やったー、やったー、すごい、すごい、フナッシーちゃん、この人気がすごい、年々すごいね。すごい、ありがとうございます。フナッシー、すごいよ。これ芸人だったらとっくに旬終わってますけどこれフナッシーちゃんすごいよ。そうなのよ、だって毎年毎年だから、この中テレまで、もう今日なんかもうすごいよ、今までの中で。今までで今日一番の人の集まりだよこれ。すごいよ、みんなありがとう。あら、ブシャなんか出たまたさ、フナッシーちゃんのファンがすごくあったかいよね。あ、みんなね、優しい方が集まってきてくれました。そう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 、なんかフナッシーファンの皆さんの中でも、母心を覚えてくれる人がいて、フナッシーファンの中でね、嬉しい、優しいから、ほんと母心を皆さんと一緒にやるって言うと、ファンの皆さんも喜んでいただけるというね。嬉しい、うわ、それ嬉しいよね。ただお母さん、そろそろバリバリピンチをしていこうって気がね、漏れ始めてるさ、あの人の。昔ね、ヒゲ恋しいって俺いじってるの嫌がってたんですけど、最近ノリノリでやるんですよ、あの人。午後になってきたからね、伸びてきたよ伸びてる、ヒゲ汁ぶっしゃヒゲ汁ぶっしゃちょっと、私ね、
今日お伺いしたいんですけど、はい、ふなっしーちゃん大好きでね、朝ほら10時会場だったけど、はい、本当大勢のお客さんまずこうバーって並んでいただいて、すごいね。でもちろん福島でも好きな方もいるし、はい、これ全国から追っかけてきてらっしゃるんですよ。そうなんですよ。ちょっと伺いたいんだけど、県外から来てるという方ってどのくらいいるかっていうのを、ね、なるほどね、ちょっと聞いてみたい。県外から来てるよって。わあ、後ろの方も、ああ、すごい、見てるよ。これが、ありがとうございます。この座ってらっしゃる方もう県外から、今朝来たの、今朝。あのね、中テレ祭りの時にね、うん、中テレ祭りの時に郡山駅の近く通ると黄色い人がいっぱいいるのよ。朝わかんのよ、朝わかりやすい、ね、朝黄色い人があのちらほら歩き始めて、みんな同じ方向に向かってくるのね。いやだけど、例えばさ、ほら、かぶってらっしゃるし、もう全部ふなっしーちゃんじゃない、これどこからその格好してくるわけ。いや、みんなこの格好で来てるよね。来てる、うち出る時から、ね、電車は乗らないでしょ。いや、電車乗ってる人もいんのよ。え、本当にいるでしょ、その格好で。え、ディズニーランドでみんな、あの京王線で外してくるしよ。いや、そう。確かにね、あそこの夢の国でこれはまずいかもしれないけど、そうそう、あそこ入んないとほら、魔法かかんないから、入れると冷めちゃう感じだけど。でもやっぱもう普段からもうふなっしーちゃんの魔法にかかっちゃってるわけだ。そう、愛されてんだよね。あんた、今日そうなんです、今回はあのふなっしーと実はタロアンのコラボ商品も販売してるということで、ね、皆さん食べていただきましたか、ふなっしー。あー、ありがとうございます。また人気すぎてさ、そう、すごい行列だったよね、朝ね。ふなっしーちゃん食べたの？ふなっしーもいただきましたでしょ。どうだった？もう柔らかすぎて、うん、後ろから犬以上入れる相手にグズグズに崩れて食べるのが大変。もうちょっと硬くてもよかったかなと。でもそれぐらい口溶けが柔らかくて、なるほど、滑らかで美味しかったでしょ。あー、なるほどね。やっぱこの梨の食感もあるの、あれは。そうそう、中に梨のピューレみたいなのが入ってて、シャリシャリってくる梨の。あれ、そうなんだ、美味しいですよ。もともとあの滑らかなチーズ売りじゃない、タロアンさんの、はい、そこにプラスされた梨の食感。そうそうそう、だって本人もあの社長さん目黒さんも、はい、梨汁いっぱい入ってるって言ってましたもんね。言ってました、言ってました、言ってた。それはやっぱりふなっしーから取ってるのかしらね。あの一応ここら辺をこう絞って、そのギャルかい。突っ込まれた、ふなっしー突っ込まれた、初めて突っ込まれた、ボケが認められました。ボケポイシーのボケが認められました。キレキレプッシャー。あとこの間の今こじてれさんっていう番組で、はい、私あの日曜日やらせていただいてるんですけど、そこで一回ねあの話題になったのが、はい、ヒエコイシーと、はい、ふなっしーのジャンプ力どっちが高いのかっていう噂があったんですよ。ふなっしーのジャンプ力もすごいけど、そんなひげこいしーの着物でジャンプしたことによってあの意外に話題になったのよ。いや、私着物だからそんな飛べないわよ。ふなっしーのジャンプすごいじゃない。ふなっしーいい？一緒に飛ぶらしい。せーので、あのひげこいしーとふなっしー一緒に飛ぶらしい。同時に行く。せーので行こうか。じゃあせーので、はい、じゃあヒゲコイシーとフナッシーのジャンプ対決いきましょう。はい、せーの、やったー。え、どうだったの。あのフナッシーのジャンプ可愛いんだけど、お母さんのゴリラにしか見えないわ。ちょっとトミヤ、キングコング、話題のキングコング今。話題のキングコングって何やだ。やめていただけますか。いやいや、すごいよね。いやでも、あ、そう、ジャンプ力、いやでもすごいよ、かわいいもん。ありがとうございます。今日もさ、はい、いっぱいこれあのつけてんのっていただいてんでしょ。そうそう、毎回ねイベント来るとこのお客さんがまずこう湯鍋して作ってるし、あら、すごい。今日なんかチューテレ君の、ね、チューテレ君とほらふなっしーちゃん福島でこれ桃の中に、そうそうそう、あれほら、かわいい。あら、なんだこれ、頭も、あ、ガクト君とか乗っかってるし、ひまわりでしょ。あとこれ何これ、あ、これ、あ、これ手縫いよ、私。うわ、すごい、フェルト使って、ありがとうございます。すごいな、ほんと、儲かってるでしょ。やっぱね、結構貯金やめられますよ。捕まれた、あ、捕まれた。2回目捕んでもらった。
かステージがちょっと下品になってきました。ごめんなさい、すいません、盛り上がってるのいいんですけど、ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんでした。いやー、いやーでもね、これだけさ、大勢のお客様いらっしゃってさ、うん、こう結構さ、フナッシーちゃんに質問あったりするの、はい、そうなんです、今回もなんとフナッシーに向けての質問をたくさんいただきましたので、今回またフナッシーに答えていただきたいと思います。はい、それでお母さんがね、質問内容全部持ってますんで、ここからお母さんから質問お願いいたします。あの一応ですね、あの応募なんか質問ありますかって軽く聞いてよ、あ200以上質問いただいちゃって、でさすがに200も聞けないじゃない、質問で終わっちゃうから、あだったらちょっと厳選させていただいて、はい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 、スタッフさんからねちょっと厳選したのを持ってまいりましたから、ちょっとお母さんカツラが上がってるんで直してください。取った、見つかる、取ったらしい。これね、はい、あの幼稚園で今みたいにカツラ取ったら子供たちみんな頭取るなんて泣き始めたのよ。大変だったのよ。じゃあ子供は何も分かんないからね。あのね、フナッシーちゃんね、はい、やっぱりいただく質問はね、はい、一番多いのはやっぱりね、食べ物の質問が多いみたい。ほう、これはやっぱり正直に答えなきゃダメですかし。いや、何でもいいよ。あ、本当に、うん、ここね、結構時間あんのよ。あ、本当に、結構、そう普通だったらもう終わりな時間だけど、今日はたっぷり時間取っておりますから。今日はたっぷり、ほんとに、そう、え、じゃあの、籠池さんよりもたっぷり承認。そうだね、それはあの、国の方に頑張っていただいて、フナッシーはこちらで頑張ってください、お願いします。一応国会はほら、承認かも時間決まってるから。あ、なるほど、なるほど。余計なこと言ってんじゃないわよ、ドシャー。初めて突っ込みました。いや、分かったわ、初めて突っ込んだ、分かったわ、それは、ね、いや、まずペンネーム、はい、ぴょんさんからいただきましたよ、はい、福島にはお酒や果物などたくさん美味しいものがありますが、フナッシーは好きな福島の食べ物はありますか。あ、福島が好きな桃も福島では有名ですけど、はいはい、あ、もう先に桃って落としたら桃って言われちゃったりしな。お願いしますよ、お母さん。あと、馬肉が好きで、ほう、それなんか福島もね、馬肉が美味しいって言われて、そう、美味しい、美味しい、馬肉、馬肉、ね、食べたら美味しかったらしい。あ、食べたことある、あるある。ちょっとね、熊本とかの馬刺しとまた違うんだよね。向こうは脂が乗ってるけど、福島のは赤身で淡白なんですよ。確かに、これがまた美味しいのよ。結構有名なの、会津。そうだね。あー、なるほど。そう、新潟の方面の会津。そう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 、そこで結構いただけるのよ。おー、ね、そうだね。フナッシーが馬刺し食ってるとこ、なんかレアだよね。見てみたいわ。飲みに連れてこられたら、これ美味しいんですよって勧められたのが。いや、美味しい。やっぱあれかしらね、まず馬刺しを入れて、うん、その後生姜醤油を入れてみたいな、そんな感じ。そしそれでもつけないやつを渡す。イリュージョンでいくね。ああ、イリュージョン、イリュージョン、そう、イリュージョンね。そうそう。じゃあ次の質問いこうかしら。はい、どうぞ。ジュンジュンさんからいただきました。ジュンジュン、ありがとう。フナちゃん、はい、3年連続中テレ祭り参加してくれてありがとうなっし。4年ですよ。ふなちゃんといえばいろいろなポーズ、マンボウ、プリケツなどありますか。マンボウってどんなやつ。せーの、マンボウ。あ、マンボウ、なるほどね。マンボウ、マンボウ、マンボウ、あ、これマンボウ、はい、プリケツは、プリケツ、プリケツってなっし。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。ちょっと、そんな中でなんですけど、かわいい、かわいい、ありがとうございます。パンコロさんたちがアゼッとしちゃったらしない。大丈夫、もう何やってもかわいいもん。なひちゃん、このね、じゅんじゅんさん、ちょっとね、無理なお願いなんだけど、はい、せっかく中テレね、中テレ祭りということだから、中テレポーズっていう、なんか新しいポーズ、あら、ここだけの、今日だけのため、お客さんだけのために、ちょっと今日だけレアなポーズを、中テレポーズなんかいただけないかしらというね、質問じゃなくてお願いだね。お願いだね、それは。しかも結構攻めたお願いだよね。攻めたお願い。それあれ、中テレのスタッフが書いてんじゃねえか、それ大丈夫か。ポーズ決めてね、ジュンジュンさん。そう言われると総合演出がジュンジュンさんだった。可能性あるかもしれない。可能性ある。確かにジュンジュンさんだね。番組プロデューサーがね。ちょっと。何でも今日は後からでもいいわよ。あ、大丈夫でしょ、やるでしょ。あ、行きますか。じゃあ、中テレポーズ。はい、せーの、中テレ。あー、かわいい。なるほど、ちょっと色もね、中テレ君に近いから。